足利高氏像。高氏は中仙台の乱で功を挙げた者に独自の恩賞を与えるなど神聖に半話していた。越腰瓦の戦いは、県武2年12月5日に駿河国主越腰瓦で戦われた戦い。後醍醐天皇が足利高氏追悼を新田義貞に命じた新田軍と足利軍との合戦である。中仙台の乱が起こり太平記では、その際、 忠義が独断で、投稿時に閉じ込められていた、五醍醐の巫女の森吉親王を、家臣の淵兵義弘に殺害させた。その後、五醍醐に、足利高氏が、時行討伐の許可と同時に、武家政権の設立に必要となる総追武士と、征夷大将軍の役職を要請するが、五醍醐は、要請を拒否する。五大五の直情を得ないまま聖伐に行ってしまったため、高氏は追って、 生徒将軍の語を与える。鎌倉に本拠を置いて、武家政権の規制事実化を始める。これを恐れた五代五は高氏追悼令を発し、新田義定を鎌倉へ向かわせる。五代五天皇五蔵。五代五は、当時、無能さを批判され権威は地に落ちていた。そして、県務二年十一月二十五日から二十七日に、渡り三河国や萩川で、新田軍と足利忠義。 公師隊の間で矢作川の戦いが発生する。忠義勢は20万ほどの東国の武将を率いて、北が矢作川の戦いでは高瀬が敗走したため、忠義勢はう海国に退却した。吉貞は兼務の申請において鎌倉攻めの功で、左兵正に任ぜられている。吉貞は約6万7千の軍勢で京を出陣。御事両親王と共に、 東海道を鎌倉へと進んだ。一方、高氏は、東国の武士を集め、弟の忠義を大将として、新田軍を迎え撃つため出陣させた。足利忠義像。高氏が中仙台の乱で功を挙げたものに恩賞を与えていたのは、忠義の信玄があったとされる。県務2年12月5日、両軍は、安倍川右岸川口付近の手越川原で激突。 時に正午だった。正午から夜8時まで17回の激闘の末、日田軍が野襲に成功した田義勢は、鎌倉に軍勢を引き上げた。この戦いで、大見国守護の佐々木道与の弟の佐田光らが戦死。道与も日田軍に降伏して、日田軍に従軍する。南太平記ではこの時、田義の家臣の淵部義弘が身代わりに殺され、田義が逃げる間を作ったとされる。 ありがとうございます。